はい、片美希ちゃんです。今回はルーファクコラボカフェに行ってみたいので、でも行けないのでルーファクコラボカフェのメニューを再現していきたいなと思います。ということで、まずはお皿に右下にあるまずチョコレートの花とパンケーキの上についてるセルダの角みたいなやつを作っていきたいと思います。あの上のカメラで見るとめっちゃちっちゃいんだけど、とりあえずこんな感じじゃないかな。はい、これが花びらです。はい、はい、これは冷凍して、これで外れることを、何個か作ったんで外れることを祈ってやりたいと思います。次、ホットケーキ。牛乳混ぜます。じゃあこれを焼いていきたいと、これくらいに焼きたいのでやります。もうちょっと、こんなもんかな。お、いい色いい色いい感じ。どう、いいでしょいいんじゃないでしょうか。いいんじゃないですか。 OK、 こうですね。もう一個焼きます。失敗した。OK、 これはいいでしょう。ちょっと色があれだけど色がさっきのが綺麗だけど、まあこれで。こうしてこう。OK、 いいでしょう。ここ2段重ねのいい感じ。じゃあ次は飲み物の方を作っていきたいと思います。なんでレモンとオレンジ買ったんで、これ輪切りにします。はい、でこれをね、もう私いろいろ買ってきたのが、まず一つグラス。このグラスをね、探すのが結構大変だったんだけど、結構似てるやつ買えたかなと思うんで、これにいろいろ入れていきます。とりあえずレモンが一番下だよね。レモン入れて、氷入れて、ちょっとオレンジ入れて、アイスティー入れて、氷溶けちゃう？あとミックスベリーもたくさん入れる。沈まないな。ミックスベリーが沈まない。ちょっと見えない角度で沈まないんですが、まあしょうがないね。はい、見えにくいけどこんな感じ。次、ゴールドジュースの方作っていきます。ゴールドジュースがね、梅シロップっていうのがなかったんで、代わりになるかなと思って、このイチジクジャムで代替したいと思います。なんか色もね、なんかっぽいんで、ね、これを入れます。多いぞ。でもこんな感じ、こんなんで氷入れて、ジャイル入れます。シュワー、あ、でもいいよ、ジャムが上がってこないから。これがゴールドジュース、ビールみたい。生クリームを入れて、
チゴ乗せて、ミント乗せて、ストローを刺して、出来上がりぽい。はい、両サイドに生クリーム絞っていきます。溶ける溶ける、やばいやばい。オッケー、オッケー、すごい。はい、ちょっと冷やそう。待って、上に乗せるバター切っときます。チョコレートがダメだったけど、もうしょうがない。はい、ミックスベリー乗せて、いいよ、アイス乗せて、乗せて、完成、完成、完成しました。こんな感じです。ちょっとここがね、本当尖ってたんだけど倒れちゃったんですけど、こんな感じになりました。お家でタウ作るとこんな感じです。あ、いい感じに沈んでる。こんな感じにできました。なんか結構クオリティ高くできたんじゃないかなと思って、これ食べて終わりたいと思います。食べ終わりました。ということで今回はここまでにしたいと思います。バイバーイ。